えー、ペルドーもペルドーいたしましていやーしょうもな大チャンネルですトゥデイスモーニング n ュース はい。えー、今日の動画は、マリーンズニュースのお時間でございます。えっ、ー、と、今日ですね、まあ補強だったりだとか、まあ外国人の残留だったりとかの、えー、ニュースではないんですけれども、まあちょっとね、あの僕がちょっと注目した、えー、ニュースがね、あの、ロッテに関してバン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 出てきたんで、それをね、えー、ちょっと紹介するという動画に、えー、したいなというふうに思います。まあちなみに、えー、明日の動画はですね、まあこんな感じでまたニュースが一気に出なければ、えー、ついに、 ひいき球団ランキングの方、えー、発表していきたいと思いますので、えー、皆様明日の動画も、えー、この動画もぜひ最後までチェックよろしくお願いします。ということで早速、えー、気になったニュースを4つほどね、えー、ご紹介していきたいと思います。えー、っと、まずは、全国のロッテファン、喜びのニュース、グレゴリー・ポランコ選手、見事に、ベストライン <laughs> プー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  これ何の効果音か分かった人いるみたいな、あの、レゲーっていう感じのあの効果音だったんですけど、分かりましたかね。えー、ポランコ選手が、指名打者の方でですね、えー、ベストナイン獲得いたしました。本当におめでとうございますとともに、えー、ファンの皆さんもおめでとうございます。えー、と、まあ、今年ね、まあ、ポランコ選手ホームラン王も取りましたし、まあ、ロッテの主軸、まあ、4番として、本当に凄まじい活躍見せてくれたんで、まあ、ポランコ選手がいなかったらもう絶対ロッテ B クラスだったんで、本当にね、えー、そこのところ感謝申し上げたいなというに

エルコーー、エールコーーホームラン、エルコーーホームラン。来シーズンもご活躍を期待しておりますので、ぜひまたマリンでお会いできることを楽しみにしております。続きまして、2つ目のニュースでございます。石川慎吾選手が契約公開をいたしまして、 まあもちろんね、あのまあロッテに来てから、まあ代打がね、えー、メインの出場にはなっていましたけれども、まあ代打でもスタメンでも,もう数々のヒットを積み重ねてね、まあ当然え年俸もアップいたしまして、えー、さらにさらに今年までね、えー、三木亮選手が来ていた 背番号23のユニフォームが石川慎吾選手の元に行くということになりました。はい。まあ、背番号変更です。はい。50番から23番に石川慎吾選手の背番号が変更になったということで、これなんかいいっすね。元読売組の22番ポランコと、その次の23番慎吾っていうね。まあだから、慎吾なんかは来シーズンね、23番になるってことは、まあ、ホームラン23本マストっていうことで。 はい。えー、パワーもありますんでね。そして、あれだけのヒットの成績を残せたんで、まあ、パワーっていうところをつけていけばね、あの、まあ、22番のポランコパワー、えー、23番シンゴパワーこれダブルパワーができてくるから、えー、シンゴ来年は、えー、23本、えー、自分の背番号の分だけ、ホームラン、放ちましょうミキ選手の思いも背負って、えー、来年、えー、またまた活躍を期待していきたいなと思います。えー、続きまして、3つ目のニュースでございます。 ま、あ同じくね、え、契約公開のニュースになるんですけれども、え、西村貴弘選手、え、年俸倍増でございます。 が願う歓喜の時へてぬるる導いてくれ勝ち進め西村西村マリーンズ西村マリンズいや西村マリーン,ン,ンズではないけどまあでもこの投手の主軸としてね もう俺がロッテを引っ張るんだっていうぐらいのね、もう西村マリーンズを、え、まあ今シーズンも見せていただいたんで、まあ契約公開ではね、来シーズン50試合登板が目標というふうに、西村投手も言われておりましたんでね、まずはその目標に向かって、そして、チームがね、リーグ優勝日本一になるために、西村投手、勝ち進め西村。西村マリーンズ並みの、ピッチング。もう俺がいなきゃロッテは崩壊するっていうぐらいの、ピッチング、ぜひ来年よろしくお願いいたします。 年俸の方で言うと、1900万円からの2100万円増の4000万円ということですね。まあ防御率の面でも1点台でしたからね。まあ今シーズンも44試合にね、登板したということで、まあ来年1年間、まあ怪我なくいけば、普通に50試合登板はね、達成できるんじゃないかなと思っております。来シーズンもね、えー、ロッテの、まあリリーフ陣のね、そ、えー、っていうのも熱くなってきていますんで、えー、そこで負けじと西村投手も食い込んで、い、えー、っていただけたらなと思います。はい、若手も今 今、中森選手だったりとかね、それから、ちょいちょい今年先発やってたりしたけど、森選手なんかもね、リリーフで出てくるかもわからないですし、まあ、増田投手だったりとかね、沢村投手だったりとか、もう、神の域にいるんで、そこにね、西村投手も食い込んでくることを、心から期待しております。 ということで、四つ目のニュースでございます。まあこちらね、まあちょっと残念だったけども、良かったなーっていうニュースですかね。えっ、ー、と、先日ね、ロッテから戦力外通告を受けてしまった菅野強選手の育成契約が。 発表されました。まあ、ちょっと残念ではあったけど、まだこのね、菅野選手がね、野球してる姿を見ることができるっていうところはね、まあ僕ファンとしては一つ嬉しい情報だったんじゃないかなと思います。まあ、菅野選手もね、えー、もう30歳を超えてきて、まあもう一度ね、えー、再出発できるチャンス、まあ本当にラストチャンスだったとは思うんですけど、えー、もう一回、えー、1から野球をやれるチャンスっていうのを、菅野選手自らがね、掴んだというふうに思いますんで、まあね、育成契約ということで、えー、背番号は3桁にはなってしまいますが、えー、これからも、ね 菅野選手がプレーしている姿を僕らファンは絶対に見逃さないようにしていきたいと思いますそしてまた背番号31のユニフォームを着てマリンスタジアムに帰ってくる姿をね見たいなというふうに思いますはい是非いつでも待ってますんではい上がってきてくださいもう一度あのストレートに強いバッティング阪神のね渡辺亮選手がね直球破壊王子というそういう名前がついていますが僕は菅野選手だと思ってるんで はい。菅野選手も左の直球破壊王子って呼ばれるような、えー、そのような活躍を、えー、期待しております。はい。そしてまたマリンスタジアムであの登場曲を聴かせてください。そして歌わせてください。<laughs> こんな感じで、まあ今日ね、ロッテに関して、まあ契約公開もそうですけど、いろいろね、ニュースが出てきましたんで、ちょっとこの動画一本で一気に紹介の方をさせていただきました。まあだいぶね、契約公開の方も終わってきました。まああとは本当に主力中の主力の選手たちがまだ契約公開残ってますね。まあ野手で言うと、まあ翔吾さん、荻野選手、藤原選手、あと藤岡選手だったりとかですかね。あとピッチャーで言うと、横山投手、沢村投手、増田投手あたり。 はい。まあ、先発で言うと、三輪投手だったりとか、唐、え、川、ー、投手だったりとかもいますね。チームの柱の選手たちのね、契約更改を残すのみなので、でそこもね、えー、ちょっとチェックしていきたいなと思います。はい。ということで、t トゥ a イ r マリンズ・ニュースでした。